そうですね、まあ、非常にまあ、捉え方が難しいゲームだとは思うんですけど、まあ、自分の中では本当に選手が、自分がやりたいサッカーを理解して、くれてる中で、半分以上は成功といいますか、よくやってくれたなっていうふうに思います。で、今日でしばらく、アジスタが使えないので、できることならばサポーターの皆様にはやっぱりゴールして、喜んでもらえるところを少し出したかったですけど、そこは残念に思います。